こんにちは、ハピメイチャンネルのさえです。今日は新学期ということで私のお部屋を模様替えしたのでそちらを紹介したいと思います。私はしのと同じ部屋なんですけど、しのはねあんまりこの部屋使ってないので今はね私の部屋って感じなんですけど、その中でちょっと模様替えをしたので紹介したいと思います。はい、でねまずねここがウォークインクローゼットで、こんなのがマジで汚いのでちょっとね見せられないんですけど、でここに、そしてここにねよく動画撮影してるソファーがあります。これちなみにニトリですね。このドアのすぐ横に、はい、このねシノのここがシノスペースです。でね、まあ、シノのねあの本とかあのおもちゃとかメイク道具とかがねいっぱい置いてありますね。そうそうそう、で今シノがあの机欲しいってよく言ってるんですけど、私も机をシノくらいの時に買ってもらったんですけど、結構ねなんか机でやると寂しくて、勉強やると、なので私はずっとリビングでやってた派なので、多分シノもそうなるので、多分物置とかになっちゃうので机を中学生とかになってから買うってママが言ってました。あとねここにねアクセサリーが入ってますね。いいよねこれさ、すごい便利だよね。このケースは 3COINS で買ったみたいです。鏡もついてて収納する場所もいっぱいあってめちゃくちゃ便利そうですね。そして下の段に行くとシノのねあのお絵描きする本とか漫画のイラストとかいろんなね本が置いてありますね。でここに手話の本があって、シノが一時期手話にハマって手話をやりたいって言ってママに買ってもらってたんですけど、興味があった時にママが買ってくれたんですけど、最近はね手話をあんまり見てないです。はい、そして下の段なんですけど、皆さん見てくださいこれ、じゃじゃーん、汚くないですか。なんかさ、私のさ小2の時の机もめちゃくちゃ汚かったんですよ。私と似てますね。ほらこれ絶対 B 型だよ。ほら見てこの、ほら財布とかもこの中入ってるしさ、すごいね。うわーもう何でもありじゃん。まあ、シノから言ったらね、まあ、机もないのでここはね宝箱みたいなものなんですけど、ちょっともうちょっと整頓した方がいいかなって思いました。そしてですね、はい、こちらにねシノのねワゴンがあります。これは誕生日プレゼントにねもらってました。では上からいきます。上はねもうシノがカチューシャ大好きで、動画でもねよくつけてるの見ると思うんですけど、そのカチューシャたちがここにあります。でここからね毎朝好きなのを選んで学校に行ってるようです。え、めちゃくちゃ可愛いですよね。で結構あのシーンで買ったカチューシャとかも多くて、すごい安くて可愛いのがいっぱいあります。でその下はですねこちらです。でここは、まあ、シノのねまたメイクとか、あとね NiziU さんの CD ですね。これめっちゃ気に入ってるらしいんですけど、これとかねいろいろ置いてあります。で3段目もあるんですが、ここねいろいろ入ってるみたいです。という感じで2箇所シノのコーナーがありました。それでは次こっち行きます。はい、次はこちらですね。ここはもう私の本棚です。でこのね、まあ、本棚はいっぱいいろんな本が入ってるんですけど、こっち側ですね、これが私の技術で作った、これが棚です。でこっちが美術で作った本棚です。でこれが見事にあのシンデレラフィットしたので置いて、ここに本入れてます。こんな感じでね本を置いてます。そしてここが1年生の時に使った教科書とかが置いてあって、2年生でもらった教科書はこっち側に入れたいと思います。でこれ皆さんなんだって思った方いると思うんですけど、これはですね、じゃじゃん、はい、真っ白なんですけど、これはですね私の机もともと真っ白だったんですけど、ちょっとね勉強とかして消しカスとかでも真っ暗になっちゃって、すごい汚くなっちゃったので、このねインクでママに塗ってもらって今乾かしてます。で1年前くらいに1回塗ったんですけど、その時にねあの剥げてきちゃって、なので今回は2度塗りでちょっと強化してます。ということでね、今ね塗り中で乾燥してないので、乾燥してからあの机の上のものを置きたいと思います。そして新しい机紹介も今度ねまたできたらするので、ぜひ皆さん楽しみに待っていてください。はい、そしてこちらは私の化粧品台です。なんかねドレッサーみたいに勝手に改造しちゃいました。カラーボックスなんですけど、これが上ですね。この上を外してここの後ろに置きました。はい、でこっちから、まあね、縦長のやつですね。これ無印で買ったのかな。でアンドハニーとか、あとはアイシャドウたちとか、あとリップたちが下に置いてあります。でこっち側があのねなんかいろいろねメイクブラシとかピンとかいろいろ、ここがちょっとぐちゃぐちゃしてるんですけど置いてあってですね、こちら下なんですけど、はい、こんな感じでこの下を使ってます。これがあのコンタクトなんですけど、私あのコンタクトはこんな感じで
ここにあるんですけど、ちゃんとこうやってあるんですけど、ここから毎朝撮るのがめんどくさいので、ここにね、1週間が終わったらここから出してプチプチして、ここに置いて毎朝ここからこうやって出して使ってます。なので補充しながら毎朝ここで使ってます。ドレッサーがないのでこんな感じで工夫して使ってます。はい、そして2段目なんですけど、2段目がすごい汚くて、まあ 2,3 段目なんですけど、ここにもういらない、もう使わないワークとかを置いてます。で、なんか一応先生には取っとけって言われてるので、まあ、2年生でね、なんか復習とかが出た時にここで復習したいと思います。で、ここはね、もう本当にコンタクトとか、あと私の秘密のお菓子場所ですね。ここをこうやって引っ張ると私が隠して持ってる塩チョコスティックパイが出てきます。なんか頑張った時とかにご褒美でこうやってちょっと食べてます。つまんで、次はこちら3段目になります。この3段目はいろんなものを入れてて、まあ、普通にねファイルとか、あとあのアニメのねファイルとかもここに入れてます。あと辞書とか入れてます。結構ね紙もこんな感じでねべちゃべちゃに入れてます。これが前にね読んでたニコプチで、こっちの手前側がニコラですね、が入ってます。あとなぜかねママからもらったね超簡単弁当とかっていう、こんな感じの弁当のやつとかも入ってますね。机の横は以上になります。あと私の後ろは出窓になってるんですけど、今ね机の上にあったものをこっちに載せてます。なので何をどうやって載せたかはまた皆さん動画を見てください。そしてね次はベッドです。私は変わらず上の方で寝てます。人形はっていうとこれですね。これね、なんかねしのが譲ってくれたんですけど、クレーンゲームで撮って譲ってくれました。めちゃくちゃふわふわしてるんですよ。大人でとのクッションと、これもクレーンゲームで撮ったやつですね。これは普通にもちもちしてるので足に挟んで寝てます。あとはあの隅っこにいるミニーちゃんがいますね。あと枕元にですね、これあのアベールで買ったんですよ。アベールで各900円で買ったこちらのクッションですね。これ普通にそのままなんか可愛いので飾りとして横に置いてます。ベッドの周りは結構私ふわふわしたものを置きがちですね。そしてこちらのね私の本棚の本のね何が入ってるかの紹介はハビワニチャンネルの LINE 公式アカウントがあるので、そこであの何の本があるのかを紹介するので、ぜひ皆さんそちらも見てください。はい、ということで今日は私のね模様替えしたお部屋を紹介してみました。前回は2段ベッドがこっち側に置いてあったんですけど、模様替えすることであの気分転換になったりとか、あとね中学2年生から頑張ろうっていう気持ちになったりとかするので、私的にはねあのたまに模様替えするのもいいなと思いました。そしてこのね綺麗な状態を保ちたいと思います。いつまで持つかな。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。